敵なドレス。本当にハリウッド映画のヒロインになったみたいですね。たくさん泣いちゃったね。とっても悲しいお話だったけど、素敵な作品だったな。玉木ちゃんはよく寝てるみたい。大人の恋のお話はちょっと早かったかな。大人の恋、私にもいつかわかる日が来るのかな。あ、なんでもない。海ちゃん、次はどれを見る？自分で言うのもなんだけど、猫みたいに気まぐれなの私。あなたはどこへ連れて行ってくれるのかしら。はい、サイズもぴったりで問題ありません。素敵な衣装ありがとうございます。ドレッシーでとっても繊細な衣装ですよね。服に着られてしまわないか心配です。本当ですか？プロデューサーがそう言ってくれるなら自信が持てます。せっかくこんな素敵な衣装を着せてもらうんだし、衣装に合った佇まいができるようにならなくっちゃ。子供っぽいところは封印して、撮影までに少しでも素敵なレディーに近づかないと。ヒロイン役を演じる、確かにそうですね。その方が写真に物語が生まれるかも。プロデューサーありがとうございます。カメラマンさんと相談してみますね。それは似合わないかもしれないんですけど、自由奔放で大勢の男性を魅了する小悪魔風ヒロインだそうです。でもあくまでも上品にという視点があって、だから衣装もドレッシーなんだと思います。はい、でもせっかくいただいたお仕事なので、どこまでやれるか分かりませんけど頑張ります。でももしも役作りで困ってしまった時はプロデューサーのアドバイスお願いします。お疲れ様でした、プロデューサー。どうでしたか？舞台や映像と違ってグラビアは写真だけなので、しっかり伝えられたかどうか気になって。本当ですか？よかった、それを聞いて安心しました。事前にカメラマンさんが台本を用意してくれたので、ヒロインについていろいろ考えられたんですけど、恋が動き出す瞬間というシーンの撮影だけはどうしても不安だったんです。
いえ、そういうわけでは。誰かと恋愛をした経験なんてありませんし、そういうのはまだ早いんじゃないかと。はい、ちゃんと演技できるか不安だったので、海ちゃんと玉木ちゃんと恋愛映画を見たんです。でも玉木ちゃんは途中で飽きちゃったみたいで寝てしまって。映画はヒロインを守って好きな人が死んでしまうとても悲しいお話だったんですけど、彼が亡くなった後、ヒロインが好きだったんだって気づくシーンがとても印象に残ったんです。もし私が誰かを好きになったら絶対に後悔しないようにしなくちゃって。プロデューサー、ありがとうございます。あ、よかったらその映画プロデューサーも見てみませんか？本当におすすめなんですよ。